結局従ってしまう自分の従順さが憎い。いっそロボットになってこの感情を無にしたい。俺のこと好きなくせに。現在も雨が続いています。一日中天気予報だけ流してるライブチャンネルってあるじゃん。あれ一日中見てるやつ俺以外にいる？俺帰ってるんだけど。お帰りなさい。飯。ただいまくらい言えねえのか。毎日苛立ってばかりいる。雨多いな。そもそも雨なんてみんな嫌いに決まってる。ジメジメして気持ち悪くて。だから俺も。飯まだ？今準備する、うん、こんな小さなことに苛立ってしまうのも仕方のないことだし。結局従ってしまう自分の従順さが憎い。明日は晴れだ。晴れなのでこの男は腹が満ちたら俺を抱くだろう。じゃあしばらくないのか。冬とはいえまあ晴れ間はあるかもしれないし、そもそもあの妙ちきりんな自分ルールを曲げないとも限らないし、結局溜まってきたら手出されるかもしれないし、だからまあその時はしょうがないけど。ねえ、ん？食わせて。ああ。奴隷はこんなこともやらされんのかよ。あの人の帰宅が遅くなり、当然触れられることもないままに。すっかり日々は過ぎて。お前俺のプロポーズ受けといてよくそんなことが言えんな。ぷっ。じゃあ俺んところに来い。そこそこ高級取りになる予定だから。だから漫画続けりゃいいじゃんって。衣食住の金を保証してやるから俺んとこに来い。え？あれが？養ってやるっつってんだ。プロポーズ以外に何？やっぱりこの人。この人ってマジで。あんたを目の前にするといつも何話せばいいかわからなくなるんだ。嫌われたくなくて。でもじゃあ違うって言ってしまったら、それは俺が言った嫌いを否定することになって、つまりは。
ダメだ。違う。もう何も正解がわからない。あ、おはよう。いいんじゃねえの？あ、はい。連休最終日、何したい？今日はまだどっか出かけたいのか？あ、いや、友達の漫画を手伝いに行ってきます。は？どういうつもりで？なんか繁忙期的な感じらしくて。つうか友達って誰だよ？よく通話してる。あの、やっぱりあの女か。ダメ。え、なんで？俺が家にいんだから家にいろ。でも約束したし。あの女には行けなくなったって言え。お前さ、なんで自分がこの家にいるか分かってんの？この人のヤバさを一瞬でも忘れていた俺がバカだった。夕飯作ってくれてもいいんだぞ。はい。俺はいつでも稼働する家事ロボットじゃねえんだよ。いっそロボットになってこの感情を無にしたい。やだ。なんださっきからやだばっか言って。お前はイヤイヤ期か？もうやだ。だから何が？俺マンさんのこと好きなのに。は？てめえ、あんたなんか嫌いだ。ヘラヘラしてんじゃねえよ。なんちゃっかり横に座ってんだよ。名前で呼ぶ必要ねえだろ。ふざけんな。俺のこと好きなくせに。お前それ嫌だったんか？お前の方がそう思ってたんか？あ、もう最高。よしよし、取られちゃって嫌だったな。こんな風に感じること自体が嫌だったんだ、マンさん相手に。友達なのにめめしすぎるって幼稚だろ、ダメだろって分かってるのに。気づいたら頭の中ぐちゃぐちゃでどうしようもなくなってた。あんたのせいだ。こんな風にささやいたり微笑んだり優しく触れたりするから、いつも
あんな偉そうにああだこうだ命令してくるくせに、突然まるで恋人みたいに。勘違いするだろ、こんなの。もしかして好きってこんなみっともない気持ちのことなのか。